よしきです、今回コースメーカーの再販が決定しました。で商品を、紹介していきたいと思うので、今回マネキンをご用意しました。まずこちらの、マネキンが着ている、商品なんですけど、ロンティーです。はい、で裏が、こんな感じで、まあ、夜の街並みの、はい、プリントがありまして、で僕が着ているのはボックスロゴ的な、グレーの T シャツでございます。で、まあ、僕が着ているのはグレーなんですけど、色はそれぞれ、グレーと黒の2色展開でございます。再販の日時なんですけど、本日、19時からで、概要欄にリンク貼ってありますので、よかったらチェックしてみてください。早ないまだお前結構あるで、お前しちゃったわ。あ、もったいないね。はい、いそうです。ちょっと待ってや、おかやね。70代くらいのお店さんなんですよね、スロットがね。で前は本当にたまたま奇跡起こして40、41かなんか引いてギリオキドキゴールドみたいな感じだったんやけど、今日は土平日、さすがにチャンスなんじゃないかなと。うわ、めっちゃ腹立つ BGM してるわ抽選機がお願いします。うわっ、あっ、僕やで、おせやで刑務所みたいやろ。ちょっとさ、 LINE でさ、みんなにバレるとあれやから、候補送るからちょっと見てよ。送って、バレたな、バレないように。お願いします。おはようございます。さあ、さあ、ごめんなさい。というわけで、あの、なんやかんやありまして、銀河鉄道トレイナーネクストジャーニー行きます。あの、ね、もうじゃあちょっとふわっと説明していい？本当に申し訳ない。100凸です。319です。ユニコーンです。身内でやってることとしては、まあ2個走ってて当たりが2種類あって、319の当たりの方を引くと次回無限になるよね。なので、まあ、絶対1500まで続きますよという感じになります。なんかこれ先読み入ってます。なんかギャラクシーゾーン入ってます。あの、すいません、なんですかこれ。熱い演出くらいしゃべらせてくれよって。図柄がもういると急に7割超えるんだって。さあ、変動開始時、まだ5回転6回転目ですからね。気づいたら先読み入ってました。まあ、メーテルゲロリーチは2割ぐらいある。あ、やめっぱバカジュース。あ、あ、ちょっと、あ、ジュース、どうしたの、メテル、当たりそうなのこれ、メテル。ねえ、ボタンとかでいいからもうチーンだよこれ、そのまま6回転。あ、あれ朝、終わった朝ギャラクシーボーナス。あの、スペック俺もあんま分かってないまだちょっと待ってくれ。まあ、ごめんなさい、最初の手玉だけ申し訳ない。2ラウンドでやらせてもらってます。その代わり 100% 突入でよろしくお願いします。で、100分の1の当たりを引くか319引くか、319当たるときはもうビーンって当たるから。で、序盤の方はね、ちょっとしたことが当たりないけど、後半からマジ当たらなくなるから、強めのエース来ないとダメになるんですよ。うわ、なんかめっちゃ久しぶりだなこれ。あの人はもう、319引いてます。2ラウンドです。で、これ2ラウンドで次回までの切符を手にしました。無限インフィニティ、ありがとう。319の当たりをこんな早く2回目取って、でもこれ、まあ、次回当たりまで続くって感じ で2ラウンドでも終わらないので、もう一回同じこと繰り返すんでね。はい、当たりましたわ。はい、これ100分の1取って1500発です。カタスレディゴーって、鉄郎いいよな。がむしゃらに頑張ってる姿がやっぱ俺好きなんで、鉄郎とかもうドンピシャなんよね。こんな急でアニメ見てないですけどね。まあ、良くも悪くも100突でね、早いんでね。まあでもそうか、今のとかで継続しても、まあ、結局はやばすぎるマジで。319引いてる、まだ2ラウンドでショート解放行きましたね。これちょっと打ちっぱの方がいいっすね。バチバチなんで、出過ぎたらここやる。ああ、OKOKOK、止まんねえよ。でも俺前のめりなっちゃうっつって、すいません、ちょっと狭い、台間が狭いのでね、ちょっといさまる画面にかぶり散らかすかもしれないけど、その辺だけよろしくお願いします。すいません、ああ、出す、パンパカパーン。お、新幹線よ、素晴らしい。このレンジャー終わったら俺帰るからね。専業でやらせてもらってますから。
うますぎる。え、ほんまに打てんの。あとこの人誰なん。はい、おめでとう。タクトツのユニコーンって説明した時ヨシキさん震えとったからね、マジで。銀河鉄道神だやん言うて、ボーダーなんボーダー19なんでって。まあ最近の男子はやっぱりちょっとまったりやけど、まあ楽しめるような台ではあるよね。これが100突で来るからね。あー、いや、で30切ったやろ。こっからよ。これも高速消化終わってるんで、演出バシバシ起こります。まあ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 いいでしょ、忘れないでねっつって。長い気がするけど。あー、すいません。いやでも初手からこれエグいっすね。一応ザンホリューのくるくる回ってます。見たことないです、復活するの。はい、うっす。じゃあ実戦開始ですね。とりあえず投資、あの、すいません、500円です。さすがに勝ったでしょ。まああとはちょっと言えてなかった、あまりにも早く当たりすぎたんでね。通常時アチアチ演出をまあちょっと触れておこうか。まあ前の動画でも言ってると思うんやけど、39激走予告ですね。メーテルがなんか放置少女みたいな動きするやつで、超銀河、あ、じゃあ銀河超レバーやな。これ結構外れます。まあ、ストーリーリーチに関してはマジ見たことないっすね。なんで止めてくれへんかった、俺が銀河鉄道行こうとしたの。迫力足らんよな、やっぱ周りの台に比べたらな。悔しいな。でもこっち列車がありますからね。おい、待ってくれ、おい、迫力足りるやんだもん。意味がわからん、急に。まあまあ言うてみろよ、そんな来たら高くないんでね。ただ背景なんかもう良さげ、レギュラーや、レギュラーボーナスの背景や。あ、来た、熱々ミュージックリーチ。これもうみんな、おい、ミュージックかよってみんななると思うんですけど、めちゃめちゃ熱いっす。20、おー、ちょっと待って、マジある。あ、これ漏れた、漏れたっす多分。ジャニートゥラスター強いんすよこれ。やばいんすよこれね、ほんとに。さあ持ち玉が3698、これが銀河鉄道トリナイン。そして100突やからもうラッシュ始まりますからね。さっきの旅よりももっと長い旅にしたいよね。今んとこ何、図柄がぐるぐる回って列車走ってるだけ。これさ気づいてるか分からへんけど、かける気やで。いやー、まあね、100分の1も最時期も引かれへんかったらこうなるわな。まあしゃあないな、俺も悲しいよ。チキンラーメンだよ、ハンドルを戻してくださいっつって、やってるわよ、これ最初書いてやるぞ、やってるで、ラストやってるマジで今。あらあらあら、100分の1、104回転あれ当てれるわと。すごない、見たことねえぐらい出しますわ。これはあるやろ、伸ばす時のあれとちゃうんかい。最終変動でぶち抜いて、はい、当たりです。これ信じられへんと思うけど当たりです。このストーリーもうエンディングまで行こう、頑張ってなんとかして勝ちにこだわっていこう。うわー、ごめんなさい、ごめん、忘れた。1500発の脅し考えてなかったっす。何発出すか予想しやへん、俺マジで。多分ね1万8000ぐらいいくと思う。いや全部じゃない、このラッシュだけで。おお、現実的やなお前。まあほな近い方飯おごりだ。お前めちゃめちゃ有利や。3時もう一発引いてきました。まあね、なんやろ、優しい広い心で受け入れないとダメですね。これはもうしょうがないというか、まあまあ、おお、いい引きしてるやん俺ぐらいに思っといた方がいい。もったいないとかはないんで。1万8000。ああ、無理やと思ってる。ああ、引けー。うわー、やばすぎ、4回転。おい、震えてんじゃん、大丈夫か。おい、うまいもん食わしてもらおうか。ほな、え、増えてないことはねえよお前、増えてんだから大丈夫。てかもう確実に1500発それるからねこれで。いや分かってねえわ、イサマルの破壊力を。もうなんかみんなが出したことないようなマシンで出すからね俺。
めっちゃ不利やな俺。まあでもその不利な状況で勝つのが一番気持ちいい。うわー、もう絶対もったいないと思ったらあかん、もったいないと思ったらあかん。なんかそのもう今しがたも早ければいいみたいな台が増えてる中で、こういうなんかストーリー性のあるマシンっていいっすよね。まあ決してそのウルトラ遅いわけでもないからね、もちろん。電源でっかい、遅いわこの台。ちょっと寝とくわ、あたた起こしてくれる？ごめんな、戦慄すんねんけど。今日一のハマりなんで右打ちやねん、おかしいやろ。うわ来た。さあ4、あ345まで行きましたね。さあ6回目到着点、球場住宅団星。何やそれ、メーテルと秘密。球場住宅団を牛耳る大酋長にメーテルが連れ去られる。連れ去られるねメーセル。メーテルの秘密、これは気になるから絶対に当てないといけないですね。いいいい、ダメ。ちょっと休みしてるともう残り30まで行きますからね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。30回転ね、まあちょっとかかっちゃいましたね、思ったよりも。あ、当てろ。鉄郎はパスが見つからないことを住民への不信感募らせていた。そんな鉄郎に対し住民は変わらず優しく接してくれた。うわー、恵まれましたね周りの環境に。疑ってしまったんやね。いや、こんなに優しくしてくれた人たちを、でもそれでも優しくしてくれた人を僕は大事にしようっていう人間を学べてる気がする。俺は今利害だけじゃないよ、損得感情だけじゃないよと。銀河鉄道3-9っていうのは目的地へ連れていくだけじゃなくて学ばせてくれるのかもしれないですね、人というのは何なのかっていうことを。そう、ありがとうございます。やり刺さってます。ハーロック来た、機械伯爵。あ、これで万発いきましたね。なんかここの世代のやっぱ作品ってさ、訴えかけるもののメッセージ性エグいもんね、やっぱね。デビルマンとかもそうですけどね、とりあえずかっこいいだけとかじゃないからメッセージ性エグいっす。え、なに？あ、もうそれやられたらもうついていけよね。ギャラクシーラッシュ引き続きいきましょう。マジで終わる気しないっす。ゾーン入ってます。まあ、81% ありますからね、もろもろ込み込みでね。あらす、メモス、5回転です。ちょっとかかっちゃいましたね。次は気持ちもうちょっと早く、いけるように頑張ります。14,055発、まああと2発3発で俺の勝ちやな。っていうかもう俺の勝ちやな。いや、もっと上いくよ。はぁ、入場前にカメラに挨拶したでしょ俺。そういうことや、カメラに挨拶しないと。ほら、さあ、もう始まってんのでしょうか。京浜東北と山手線や、また次なる若者を里市に行くよってことやね。メーテルはね、鉄郎はこうやって大人になっていろんな経験をして家帰った娘に見せよう。ありがとう、当たりです。すごすぎる。何、3000発ガードの4500ガードの言うてますけど違うってことか。これまだ1分かれてないの。あ、違う、まだあった。あ、赤文字のメーテルや。やばいね、言葉いらんよな。すごい作品やね。うわ待って、今めっちゃ文字出たやん。そして少年はなんか大人になった的な書いてあったね今。うわー、消化早すぎるのもあれやな。うわー、思うところあるわこれ。あと2回で、ま、2万発だこれ。2万発出したことないんでちょっと行ってみたいですね。てかここまで来たことないから当たってます、すいません。見たいね、もう一回。どうなんやろ、見られへん、選べへんかこれ。1話になってるような。うわー、1話かー。あの1万8000いきましたわ。ちょっと急がれたことなめてるでしょ。あんなもんじゃないよ本当に。2周目いきましょう、目指すよエンディング。
もう一回ギャラクシーラッシュ行きましょう。次で2万発です。歌に隠されてなんか別れも愛の一つだぞって。なるほどな、道理でこの歌カラオケで歌ったら感動するわけや。いつも歌うのはエグザイルの方やけど、これから本家五代五の方を歌います。当たりです。銀河鉄道で磯丸2万発いっちゃったってなってきたら目標こっからはちょっと大きくなっちゃって、これ欲しくなっちゃうね。55555で揃えるわ。あーなっにゃーって肉めっちゃ出てます。俺すごいこと今からやろうと思ってて、島の空いてる台全部あの玉で当てていく。で今多分空いてるのが牛音と虎とダルマッシュでケージでも結構埋まってはいるんやけど、だからもう島の隙間全部お埋めしますっていう。まあちょっと一回チャレンジしてみていい？で電話、うん、えもう打っちゃっていいの？当ててていい？当ててていい？悪いね。さあというわけで2代目の方が牛音と虎なんですけれども、まあカメラマン連絡してくれて、まあ福岡に明日前乗りあるし時間的にまあそんな現実味ないから無理やろみたいなこと言われて、もうなんかその感じ腹立ったんで絶対やります。はい、であと俺一つカメラマンにアドバイスしておきたいのが、あの別にこんな三脚垂れてやらんと手で持っとった方が早いで、そのままこうやって移動できるから。銀河鉄道ってこの音なって当たってるけどね。メーテルのことめちゃくちゃ好きになったやろ。あんまり、え、あ、お前ああいうの見て刺さらんタイプ。え、いやー絵が古いな。あーそうですか。ガンダム見てよ、初代ガンダムアムロレイロン厳しい。あー厳しいんだ。俺はまあつどつど言ってるけど、全人類がガンダム見たら戦争なくなるからこの世から、マジで。あ、見たん？ユニコーンは見れた？きつかった？いや、絵綺麗。もうちょっとアバター見とけよお前じゃあ。え、先読みやん。悪い、時間かかっちまった。まだ焦んな、まだ焦んなよ。ただの金ホールなんてことはね。ただみんなも久しぶりに牛虎の当たるとこ見たいんじゃないですか。ちなみに今ちょうどスタッフお手洗い行ってます。残念やな、このシーン見せられへんのは。ふぅ、あーいいね、以上してあっせい。あ、こんにちは。別にな、普通やで、別に普通、ただの金保留、むしろちょっと時間かかっちゃったなぐらい。俺が持ってんのは、早く次の台行こうぜ。はい、あー白熱。まあ 75% すからね、ここは欲しいけどね。そっからね、上位取れっかどうかなよね。持ち球が一応2万と飛んで325。はい、最強。あーかっこいい、太陽がついてる、かっこいいよな。でようやくここからリーチやもう今のがリーチでいいやろぐらいなんですけどね。さあ空にいるやつは空にいる。空参戦金保留赤同行版、これ外れる、あれある、赤テロップ、これ外れたらもう拍手やな。まだこれラッシュ入るかどうかなんで、大事なのは。まあ取りましょう。まあ2代目いきましょうか。アタクラッダー、なんてことはねえよ。317回転、あ、最強最強、逃げ打ち、ソニックボーナスが良かったですけどね。さあ白面倒せっかどうかやね。負けんな後ろ、ボタンかける、いきます。はいすいません、ダメでした。まあこういうことをやろうとするとやっぱいね、1台目2台目で
ストッパーあるもんな。一番好きな漫画って何なん？あー、やるやん、やるやん。結構もう鋼選ぶってことは大したもんだよ。なんやろな、おもろい漫画難しいな。あ、でも悪の花とか好きなんやな俺、そういう系の。でエロ漫画で一番おもろいのは覗き穴ってやつやから、いやもうぜひ読んでみてほしい。もう全部話数読み終わるまでに10回はしか。おい、今気づいたこと言っていい？調子乗った、さすがに磯丸調子乗ったわ。島の端から端はね、会社の人が言うように無理やわ、一人でやることじゃない、それはエクセルジャパンに任しとけ。知らんねん、まんま分からずやってるもん。あった、通常時のカスタム信頼度 40%。 40% だと、なんだと、だったらもっと来ていいんじゃないか。俺が前作った螺旋がもうこんな感じだったわ。このサイズまではいけたわ。俺ら今いかに早く当てれるかをやってんのやろ。500余っちゃってんだよ。まあせめてもう、でもここまで来たらラッシュ入れて、ここまで入れた球は返してもらわんと割に合わんわ。あれでもこれ来てるやん。いやー、でも先読み合わせられたら強い。あやかし弱いよ。でもこれ保留変化じゃないのこれ。まあ先読みはしてないけれども、マギリさんは行くと金じゃないのこれ、分かれへん、多分弱いやるな。あれでも来るの、あれこれでもトラ参戦じゃなかったっけ、これ来たらね。あらあら、一応来ましたね。なんかあやかしっていう文字のせいでお尻に見えるんやけど、保留が。ごめんごめん。それどころじゃないな。いやでもこれは厳しいよな。あー、はいはいはい、レイカー貫け。そうやな、だって先読みしてないもんな。キン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 、はいごめん、参りました。あなた様の勝ちです。うん、なんや、タンヤ落ちといい、なんで、うん、闇に闇に葬られる。あれもう意地でも次行かなかんや。俺のお前あのメーテルの名シーンが。こんなお前2体で1人とかお前もわけわからなくて言って悪かったよ、俺が身の丈に合ってねえことしようとしたわ。ちょろんってこの点滅通りパッパッつって体だけで、それでいいね。564回転1回も来てないっす。仕事やん、まあ、あとワンプッシュ行こうか。もうこれで今日はこれで決まり。俺の最終奥義は打ちながらこれ返却ボタンを押します。これすることによってダイはどう思うっていう話をね、あやばやめられるっつって思うんですよ。そんだら大概ちょっと熱いの来よる。もうやめ際よう渡るってのはこれやね、ほんまに。2ポイント、そうでしょ、2ポイント、マスッと仕事してマスッと帰る。パチンコーって、まあ、遊戯でもあり、何仕事、うん、まあきちっとやることやるっつ。ありがとうね、趣旨一応こんな感じで。じゃあね。
よし、はい、というわけで無理、それ飛んでないもんな、向こうでな。まとあるお店さんで実践させていただきますということで、まあ台数は、まあぼちぼちあって、今回はだからもう抽選さえ引ければスロット座れるんですよ。427台あるんで大丈夫じゃん、分からへんけど。で一応狙い台はごめん俺バカやけど決めてます。言わないよこれ、みんなで取られるから、うん、ケロット4、ケロット4のことだけ伏せとけ。じゃっ、あーあー、もうストーリー性ぐいでドタンバーっつって磯丸っつって、ウストラッシュ、時間がギリギリだ、渋滞してたら間に合わん、帰ろうかいやー、今回ちょっとあの2日間の動画をまあ無理やりひっつけた感じにはなったんですけど、まあ昨日は昨日だけでやりたかったんやけど、まあ尻すぼみプラス時間のせいで終わっちゃったっていうのがあったんで、あれは俺は時間さえあれば当てれたってあのカメラマンにすごい主張して、だったらまあその分今日やってくださいよっていうので、でまあウシトラが相手なんで、まあギリギリ取り返すことはできやんかったんですけど、まあそれでも久しぶりに楽しめたかな。ありがとうございました。よかったら、グッドボタン、そして、チャンネル登録よろしくお願いします。さあ、というわけでテレマ紹介していきましょう。もうすごいね、これ、おぎろぎが。2箱積んでます。バラエティーコーナーから。台数はそこまでめっちゃ、まあ、多くはない、まあ、70台なんですけれども、このテレマ感。で、空き台がほぼない状況でございます。これで、ちなみに僕、移動あるから、あれなんですけど、あのまだめっちゃ早い段階です。でこの球なんでね、ガバネリガバネリ安定してるやつが多いかな。で養生とかもね仕事出たりという話は出ております。あ、やったナイス、つくよね、うわー、オッケー、ナイス、あるオッケー、よし、うわー、うわー、どーマジか、ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねよろしくお願いします。じゃんけんぽん。